落下地点までに長いわけですよ。反拍ずれてるから、前に。前だったら、ドーン、パーンでいいんだけど、ダーン、パンなんで。はい、おはようございます。パチさんです。今日は、シーソーゲーム、ミスターチュードレンですね、の、ベースのシンプルバージョンの解説を行います。僕の動画では、シンプルバージョンの方はね、指弾きで弾きました。完コピの方はね、ピックで弾いたんですけど、はい。まあ、どちらのアプローチでも別に構いません。シンプルバージョンピックで弾いてもらってもいいし、完コピバージョンを指で弾いてもらっても全く問題ないです。この曲、シンプルバージョンで、皆さんに、まず身につけていただきたいのは、ルートと下の5度。中指と薬指で僕はやってます。ですね。はい。同時に押さえといて、ギターでいう E マイナーのコードですね。あとはカクカクさせてるって感じかな。で、こっちは、向こう側、2弦、今で言うと2弦なんだけどね。で、3弦側は人差し指で交互に弾いてます。手前側に来るからレイキングでいいんじゃねっていうな方もいるかもしれませんけど、それだとね、意外とね、リズムが取りにくいと僕は判断したので、こういう場合に限っては僕はレイキングしてません。で、ダンダダ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 のところは、ダドゥダドゥはしてません。で、ちょっと余裕を持たせてあります。で、また、のパターンに戻るわけですね。はい。で、ここね、イントロの4小節目から5小節目に行くとき。次。僕は人差し指、一本指で。って行くときがあるかな。これをね、とかになっちゃうともう、ダンデデ、ダンデデ、ダンデデとかになっちゃって、もう、すごいブキッチョさんに聞こえちゃうので、滑らかに、なるべく、おケツと頭は、連結した状態で、演奏してもらうと、だいぶ上手い人に聞こえるんですよ。ここすごくおすすめね。はい。研究してみてください。で、その次、A メロ。まあ、原曲とほぼ、完璧バージョンとほぼ同じでいいでしょう。タッチノイズで2、4拍目止めてください。その2小節目から3小節目に行くときね。っていう風にならないように。今何がいけなかったか分かりますか？こうなっちゃったね。これを、ドゥルーってちゃんと中身の詰まった音同士にしてあげるといいですね。連結もうまくいきます。で、その次、ここタッチノイズしてあげていいと思います。ドラムの、ドッパーンパーンか、もしくは、ドッドッパーン、ターンターンになっていると思います。さあ、そういう感じで A ダッシュも同じ。A ダッシュの最後だけね。ここから、こういうのも大事。これだと繋がってないのでね。まあ、一弦でやってもいいんだけど、そうなると、結局この後に、4フレットにね、2弦の4に来なきゃいけないので、だったら最初にもう大胆にスライドして、繋いじゃう。というふうに、遠い時はスライドで繋いであげるのが、大事かなと思います。さあ、その次、サビ。サビもまあ、ダンダドダドダドのパターンですわ。これができるときは全部ね、下の5度を覚えてもらうという意味で、こうしてもらってます。次。はい、ここも。でもいいし、このまま握ったままグッて倒してもいいです。はい。まあ、基本的に下の5度が、簡単に弾けないところはルートのままって感じですね。で、シンプルバージョンには、
ていうね、このサビの4小節目の結構綺麗なフレーズをやってないので、ここだけやりたい人はもう、カンコピバージョンからそこね、ノウハウをちょっと持ってきてあげてください。はい。で、サビの終わり。がないです。次の準備にちゃんと行けるように開放弦。で、放り投げておいて。で、感想に行くようにしてあります。そしてそのまま戻って、また次、C、四角 C、二番括弧とかですね。もう伸ばしにしました。その代わり、周りの情報をちゃんと盗んで、ちゃんと8拍数えれるようにしてください。ね。はい。で、四角 D。タッチノイズでちゃんと4拍目。僕はね、2本指で、どっかしら2本の弦を叩くようにしてます。どっちでも弾けるようにね。大きくしといて、小さくしといて、またさらに大きくしていくね。フォルテピアノと言います。ダーン、ダン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 ってやってます。そして次、ソロセクションですね。まあ、イントロとかと同じパターンでいいです。ここで、ね、ベースソロが最後あるんですけど、で、遠いのでやってません。になってます。オクターブ下になってるんだけど、まずは確実にね、プレッシャーを、変に背負い込まずに、ちゃんとやってくださいね。丸裸になるんでプレッシャーがあるので失敗しやすいんだけど、普通に、5-3-2-0-2-2-2になってあげるといいかなと思います。そしてその、シンコペーションって拍がまたぐんだけど、そのサビ2に行くとこね、最後のサビね。今ね、早くなっちゃったんだよね。それをね、1.5 拍ちゃんと待ってあげてほしいの。ちゃんとドーンってやっといて、その後ちゃんと数えといて、2拍目まで待ってから、捕まえてあげる。これが待てない人大量にいるので、1.5 拍でシンコペーションした後の頭拍は大体前のめりになっちゃうのでしっかりと待ってあげる。ボーンってね、シンコペーションで次のボーンって落下地点までに長いわけですよ。半拍ずれてるから前に。前だったらドーン、パーンでいいんだけど、ダーン、パンなんで、そこの間しっかり待ってあげるようにしてください。ドーン、バシって自分から行かないように。ドーン、バシってね。来るまで待ってあげるっていうのが大事ですね。あとはもうほぼ応用でいけると思いますんでね、頑張っていただければなと思ってます。